どこで誰から生まれたかを問うのではなく、あなたが今何をし、これからどうしようとしているかを問いなさい。使えるに値するもののみ使えなさい。実力もないのに他人の批判ばかりしてはならぬ。 快楽より悲しみが起こり、快楽より恐れが起こる。快楽より下脱したる人間にとりては、もはや悲しみも恐れもなし。己を抑えることと多くを喋らずにじっと考えることは、あらゆる束縛を断ち切るはじめである。 教えればできるようになる。教わればできるようになる。というのは思い込みだ。その魂が悟らなければならない。まごとあり、徳あり、慈しみがあって損なわず、慎みあり、自ら整え、汚れを除き、気をつけている人こそ、長老と呼ばれる。 執着があれば、それに酔わされるのだ。それゆえに、物の姿をよく見ることができない。執着を離れると、物の姿をよく知ることができる。だから執着を離れた心に、物は帰って生きてくる。日は昼に輝き、月は夜を照らす。武士は武装して輝き、 道を求める人は静かに考えて輝く。池に開く蓮のように。因果関係によって作り出されたすべてのものは無常、諸行無常である。と知恵によって見るとき、人は苦しみを糸い離れる。これが人が清らかになるための道である。 大工は木をまっすすぐにする。弓師が矢をため直す賢い人は心を整え人を導く溝作りの職人が水を導くように飲み友達なるものがある君を君よと呼びかけて親友であると自称するしかしことが生じたときに味方になってくれる人こそ。 友達なのである眠れない人に夜は長く疲れたものに道は遠い正しい教えを知らない人にその迷いは長い自分の心をよく観察して貪欲と憂いを取り除きなさい。 たとえこれは自分のものだこのように思っても死ねば失う。自分のものという幻想に負けてはいけない。容姿や行動で人を知ることはできない。しっかりした丹精に仕立てられた機能をまとう人の中にも、慎みのない人はたくさんいる。 見られた、聞かれた、識別されたことは、識別されただけのものであると知ったならば、苦しみは終わる。世に母を敬うことは楽しい。また、父を敬うことは楽しい。世界はどこも留まってはいない。 全ての方角も揺れ動いている。私は安住の地を求めて探したがどこにもなかった。すべて死や苦しみに取り憑かれているところばかりだった。殺そうとしている人々を見よ武器を取って撃とうとしたことから恐怖が起こった。すべてのものは燃えている。欲望と怒りと愚かさによって。 足りないものは音を立てるが、満ち足りたものは静かである。母と父とは、子らに対して多大なことをなし、育て、養い、この世を見せてくれた。人間が他の動物よりも上に立つ理由は、 我々が冷酷に他の動物を苦しめることができるからではない。彼らを憐れむことができるからです。水が一滴ずつでも滴り落ちるならば、水かめでも満たすことができるのである。今日すべきことは、 明日に伸ばさず確かにしていくことこそ良い一日を生きる道である世の中は宝末のごとしとみよ世の中はかげろうのごとしとみよ聖あるものはすべて苦を恐れる聖あるものはすべて死を恐れる たとえためになることを数多く語るにしても、それを実行していないならば、その人は怠っているのである。まず自分を正しく整え、ついで他人を教えよ。そうすれば、賢明な人は煩わされて悩むことがないであろう。 戦場において百万人に勝つよりも、ただ一つの事故に勝つ者こそ、実に最上の勝利者である。他の策の不作を見るなかれ、己の策の不作のみを見よ。人は、私はこういう人間だ、と自分で考える。 その通りのものになります。それと異なったものになることはありません。壮大な岩が風に全く揺るがないように、賢者は非難と称賛に動じないものです。はずべきことに無知があり。 何でもなきことに恥じている人間は他人の虚像の思想にかぶれている人間なり沈黙しても批判され多くを語っても批判され少し語っても批判されるこの世に批判されない者はいない 頭髪が白くなったとて、尊敬できる長老ではないただの虚なしい老いぼれである真理あり他者の害にならず自らを清め慈しみあってそうして初めて彼は心の赤を取り除いた賢者となり長年者として尊敬されるまず自分を正しく整えてから 他人に指摘しなさいそして他人に指摘したことは自分も実行しなければなりません善をなすのを急ぎなさい善をなすのにのろのろしていたら心は悪を楽しむようになります。 もし清らかな心で生きている人がいるとしたら幸福はその人の後に必ずついていくことでしょう思い煩うななるようにしかならんから今を切に生きよう悩める人々の間にありて悩みなく 意図を楽しく生きん悩める人々の間にありて悩みなく倉さん目的が達成されるまで人は努めなければならぬ自分の立てた目的がその通りに実現されるのを見よ。 むさぼりと怒りと愚かさを捨て諸々のしがらみを断ち命が尽きるのを恐れず才の格のようにただ一人歩め私たちが今日あるのは昨日の思いからだそして今日の思いが明日の人生を形作る人生は私たちの心の創造物だ 事故に打ち勝つことは他の人々に勝つことよりも優れている怒りにしがみついているのは誰かに投げるために真っ赤に燃えている石炭をつかむようなものやけどするのは自分自身だ幸福は空いた精神から生まれ 不幸は自己本位から生まれる。君よ、生きよ、生きた方が良い、命あってこそ、もろもろの善行をなすことができる。人は憎しみによって憎しみを超えられない。 孤独に歩め、悪をなさず、求めるところは少なく林の中の象のようにこの世で最も尊いのは自分であるなぜならこの世に自分という存在は一人だけだからだ 不誠実で悪意ある友人は野獣よりも有害である。野獣はあなたの体を傷つけるが、悪い友人はあなたの魂を傷つける。内側から生まれてくる幸せは失われることがない。 人間が最も醜い瞬間とは癒しさが理性を支配した時である他人の過ちを見つけるのは簡単だが自分の過ちを見つけるのは難しい自ら自分を励ませ 最後までご視聴ありがとうございました。またご視聴ください。